山場やオチが弱いのもご愛嬌なのである。昨晩職員室に侵入してみんなのテスト結果を無音カメラで撮影してきたんだけどさ。ちょ、まあいいや、話進めて。幸田は国語も数学も100点だったから嬉しい限りだね。ちなみに理科は、話やめて。最低だね。何をおっしゃる、最高だよ。私なんて国語8点で数学は4点だったからね。あーだは高顔無知だね。何高顔無知って。睾丸がムチムチ？病気？そういうのを睾丸ムチって言うの。それはともかく、今回私が文系ってのが分かったのは収穫だったよね。知らないけど、文系？睾丸ムチの意味も知らないのに。だって、国語は8点、数学は4点だよ。じゃあ絶対に文系じゃん。もうあだは銀河系でいいんじゃないかなってのは置いといて、自分が文系か理数系か、そんなに知りたい？知りたくて辛抱たまらん。っていうか文系が理想。たく、じゃあ。では今から一つ質問するから、速攻で返答してね。速攻ね！おうおうおう、かかってこいよー！ドキ、ドキ、ドキ、ドキ。雪が溶けたら何になる？晴れ！アーダは文系なのでは？雪が溶けたら春になるって答える人は文系、雪が溶けたら水になるって答える人は理数系らしいから。よっしゃおらー、文系ー。裏返って見せるほどの喜ばしい話。でもさ、ってなると文系でも理数系でもない体育会系の人はなんて答えるんだろう。